今回はマツダロードスター、これらの、各モデルの中でも一番車内寸法が大きめな、NC ロードスター、2リッターの NC ロードスターの車内の運転席にレカロ SR7 を装着した際の模様です。硬すぎずに柔らかすぎずに、で何か特徴を言うならば腰の後ろが硬いと。ああそうそう、それ鉄板入ってるんで。いやで、あとあそれでガッチリ感も、その通り。やっぱり背もたれを左右のギアでつないで、いわゆる左右両ロックになってるんで、はい、しっかり感はすごい出ますよね。いやそう、このしっかり感が欲しかった感じ。それは正解です。ということで、無事に作業が終了いたしました。お待ちどうさまでございました。